ただいまから北見工業大学と美幌町との包括的連携協定締結キックオフシンポジウムを開催いたします。私は進行を務めさせていただきます北見工業大学の内島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。北見工業大学と美幌町は昨年の12月14日に包括的連携協定を締結いたしました。本日は北見工業大学と美幌町との連携活動について知っていただく機会として、そしてこれまで以上の両者の連携の強化拡大に向け開催するものでございます。本日は2部構成で実施いたします。第1部は基調講演を行います。休憩を挟みまして第2部は連携の拡大強化を目指す活動の一つとしてスポーツに焦点を当てたトークセッションを行います。それでは早速となりますけれどもご講演に移りたいと思います。本日講演では4名の方々からお話をいただきます。用意できている時間の都合から残念ながらこの場で質問をお受けすることはできない状況ではございますが、もし会場の皆様ご参加いただきました皆様で何かございましたら、本日皆様のお手元にございます本シンポジウムのご案内のリーフレットに記載されております連絡先までお問い合わせをしていただけますようお願いいたします。シンポジウム終了後となりますけれども、できる限り皆様のご質問に対応させていただきます。でははじめに美幌町町長平野浩二様より北見工業大学との連携活動への期待と題して基調講演をいただきます。平野町長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。美幌町長の平野でございます。本日はこのように多くの皆様にお集まりいただき、また関係者の皆様にご出席いただいたことを心から感謝申し上げます。また今回は同時にライブ配信を行っておりますので、視聴いただいている方にもお礼を申し上げます。昨年の12月の14日に北見工業大学と包括的連携協定を締結させていただいたこと、鈴木学長をはじめ関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。今回の締結後について、今後の取り組みについて、鈴木学長をはじめ高台の皆様といろいろ協議をさせていただいて、できるだけ町民の方々にですね、見える化、少しでも PR していこうということになりまして、今回キックオフシンポジウムの開催となったわけであります。私からは北見工業大学との連携活動への期待を述べさせていただきます。それでは最初にですね、北見工業大学への思いということで少しお話をさせていただきます。私は縁がありましてですね、北見工業大学を卒業して、民間団体を経て、美幌町に下水道の、電気技師として、就職させていただきました。当時は工業系大学ということで、土木に関わる学生の方はこの地域に就職をしたりするんですけども、私のような、電気科ですけども、地元に関わるという部分はなかなかいないでしたし、
まあ、特に自治体職員になるということに対しては、まあ、大学としてはですね、あまり喜ばれなかったというのが現状であります。で、まあ、役場に入り、その学生時代ですね、正直言ってあまりその自分の専門については勉強をしてこなかったということもありまして、まあ、その専門の仕事に就くことにおいて非常に不安や、まあ、知識不足があってですね、当時の、まあ、私の研究室の、まあ、大学の、まあ、教授にですね、いろいろ本当に教えていただきました。そういった中においてですね、そのやはりその自分の知識をきちんと、まあ、卒業後もですね、面倒見ていただける方が近くにいるということに対しては非常に嬉しく思っておりましたし、その専門のことだけではなくですね、知恵ある工業大学はぜひこの地域に関わっていただきたいという思いを強くしたのも、この時期であります。まあ、その後、社会情勢や、地域大学の在り方の変化によって、北見工業大学においても地域共同センター、まあ、現在の社会連携推進センターができ、この地域に、まあ、幅広い貢献をされ始めたものと思っております。平成14年に、産学官連携推進、推進協力員制度ができ、まあ、美幌町の初めての推進協力員として数年関わらせていただきました。それで、その中でですね、その北見工業大学との連携の期待ということで、ここに3つほど挙げさせていただいております。で、まず1点目はですね、その美幌町の知恵袋と実証フィールドというふうに書いてあります。で、まずはその美幌町の知恵袋となってほしいというふうな思いがあります。そして、まあ、いろいろな研究の実証フィールドとして美幌町を活用していただきたいということであります。非常に規模的にも1万8000人の町でございますので、本当に実証のための研究フィールドになるのかなというふうに思ってますし、教授の方々だけではなくてですね、学生の皆さんもぜひ美幌町を訪れて関わっていただきたいという思いであります。2点目が、美幌町の可能性に挑戦であります。これはどちらかといえば、今日参加の皆様方、言うなら美幌町の側の問題であると考えております。まあ、町民の方々が、北見工大を活用していろいろなことをいろいろなことの取り組みにチャレンジしていただきたいと思います。本当に北見工大は信頼に足りうる大学と私は確信しております。それから3点目でありますけれども、北見工業大学から北海道国立大学機構への期待ということであります。これまで言うならば、その工大だけの知恵袋という話をいたしましたけれども、知恵袋の幅、深さの広がりを帯広畜産大学、それから小樽商科大学、この3大学の連携によってより広がりを見せて、本当にすべての面での関わり、相談、研究が可能になるのかなというふうに思っております。そして、じゃあどういうことにその事業推進の期待をしているかという一つの例をちょっと4点ほどお話をさせていただきたいと思います。まず1点目は、まちづくりの取り組みということであります。町並みや中心市街地の、施設配置や景観の研究、ぜひこういうことに関わっていただきたいというふうに思っております。にぎわいの確保、本当に町の中を中心を歩いてみますと、何かこう閑散としている中において、その市街地の活性化や中心施設の検討に関わっていただければというふうに思っています。特に、学生の皆さんに来庁いただいて、若者の視点から意見交換や、まあ、研究のフィールドとしてご利用いただけないかなというふうに思っております。2点目が、スポーツ振興の連携であります。本庁においては、私の、
施策として、未来のアスリート事業を実施しております。そういった中でその高大が持っているその青少年のアスリート育成の科学的技術的なアドバイスを受けれればいいのではないかというふうに思っております。そして今北見市を中心に冬季スポーツの拠点づくりとか研究をされておりますけど、なんとかそれを北見市だけではなく、美幌町も含めたこの地域、いうなら広域的に関わっていただきたいというふうに思っております。3点目が、地域の持続的発展に向けたゼロカーボンシティの実現であります。国が進める2050をカーボンニュートラル宣言の実現、これは、当然、SDGs やゼロカーボンの取り組みというのは各自治体のも必須、必ず、進めていかなければならないことであります。で、本庁におきましても、令和4年3月2日にゼロカーボンシティの宣言をさせていただいております。で、現在その第4期の美幌町の地球温暖化防止実行計画の策定をしているところで、これは行政体がきちんと進める、事業を事務事業編と、もう一つは町民と一緒に進める、区域施策編を、作成する必要がありまして、このことを、しっかり広大の皆様方の力を借りて進めたいというふうに思っております。また最近では6月の27日に阿寒摩周国立公園のゼロカーボンパークにも登録されております。もともとは釧路市が最初に受けておりましたけども、近隣の、弟子屈町、足寄町、そして美幌町が、6月の27日に指定を受けたものであります。次4点目が、国道243号線、活性化プロジェクト魅力化の実行であります。市街地から美幌峠に向けて弟子屈町まで国道243号線が、続いておりますけども、その、国道をうまく活用した体験型観光の流れを作っていきたいというふうに思っています。多分このことはこれからの美幌町の、観光政策の柱になっていくのかなというふうに思っています。で、核となる要素としてそこに何点か書いてございます。美幌峠のレストハウスの改修ということで、実際、1階分はリニューアルオープンをしておりますし、今環境省の協力を得て屈斜路カルデラ外輪山トレイルルートの整備を実験的に行って、これをなんとか今度は、実施いうならば常時利用できるような環境にしていきたいというふうに思っています。またモンベルとも協定を結んでおります。越水、大空、網走、北見、美幌で広域的な、連携を結んでおりますので、サイクルツーリズムの実施、それから、東オホーツク新肉バイウェイといって、これは国土交通省が進める事業であります。これにも、対応を今しております。それから機動力 AT モデルルート事業、AT というのは、アドベンチャートラベルという略であります。これは運輸省がいろいろどちらか非動力ですから、自転車を使ったバイクを使った取り組みということで、非常ないろんなことを今、進めておりますので、これを、しっかりと広大の力を借りて、まとめていきたいというふうに思ってます。今広大に対する思いをちょっとお話をさせていただきましたけども、これから、私どもはぜひですね、北見工業大学のお力をお借りして、活力ある個性豊かな美幌町の、形成発展のために今後も努力したいと思います。今日は皆様方とですね、
いろいろなシンポジウムを聞いて、私も学ぶ一日としたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上であります。平野町長、ありがとうございました。続きまして、北見工業大学学長鈴木総一郎より、美幌町との連携活動への期待と題してお話しいたします。鈴木学長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。北見工業大学の鈴木でございます。まずはじめに、平野町長はじめ、美幌町の職員の皆さん、そして、北見工業大学の職員、教職員の皆さん、のご尽力によりまして、本日このような素晴らしい、キックオフシンポジウム開催できましたこと、改めまして感謝申し上げます。そして本日ですね、こんなにもたくさんの美幌町の皆さんご出席いただきまして、私自身非常に感動しております。本日は誠にありがとうございます。今の平野町長の話を受けまして、私の方からは美幌町との連携活動への期待ということで、もう少し具体的にですね、掘り下げたお話をさせていただきたいと思いますけれども、私自身非常に大きな期待を寄せている、連携ですので、そういう意味でこのいただきました10分という時間では、到底話し尽くせない内容になってしまうんですが、今日はそのアウトラインをですね、少し掘り下げてお話しできたらなというふうに思います。あいきなり終わってしまいましたがそれちょっと早すぎるので少しお話しさせていただきたいと思います。美幌町とのご関係ですけれども、先ほどご紹介ありましたように、昨年12月14日に包括的連携協定を結ばさせていただきましたけれども、以前からですね、非常に長い間近隣にある、町と国立大学ということで共同的な、研究その他の事業をいろいろさせていただいておりました。特にですね、これ水中リハビリ支援システムの開発というのは、私直接教員時代に携わっていたプロジェクトでして、非常にこれ見て、思い出してですね、懐かしく感じておりました。それ以外にもですね、審議会委員会本学の教員が参画させていただいたり、それから今年もですね、美幌町の小中学生の学習支援の方ですかね、学習サポートの学生ボランティアとして本学の女子学生が一人ボランティア活動で参画させていただいていると、そういうふうに聞いております。学生のボランティア、それから私自身もこの本学の社会連携推進センター長を務めた経験ございますけれども、美幌町の職員の方に産学官連携推進協力員としてですね、いろんな地域の課題、それから地域の実情、貴重なご意見や情報をいただいて、本学の研究活動、教育活動に生かしているというような活動を兼ねてよりしておりました。平野町長の呼びかけによりまして、この包括連携協定の締結が実現したわけでございますけれども、北見工業大学もですね、全国86ある国立大学の中で、地域に貢献して発展していく大学という、分類で、全国55大学がですね、その分類の中に入っております。
本学としてもですね、地域貢献というのは最大のミッションになっておりますので、ぜひこの連携協定締結を機会にですね、どんどん地域に貢献する取り組みを美幌町の皆さんとともにですね、実現していきたいというふうに気持ち新たにしているところでございます。連携の事項、先ほど平野町長から詳しくお話しいただいております。こういった4項目ですね、地域づくり、まちづくり、それから学術振興、人材育成、それから直接産業の振興に関わるような取り組み、それから社会インフラ、それから防災技術、そういったものに、まずは貢献できるのではないかというふうに考えております。もちろんこれ以外にもですね、これから連携を深めていくにつれ、いろんな、新しいテーマが生まれてくるというふうに期待しているところです。で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、本学はですね、小樽商科大学、そして、帯広畜産大学、この2大学とですね、経営統合をいたしました。本年の4月1日から新たにですね、国立大学法人北海道国立大学機構として、この3つの大学がですね、経営を1つにいたしました。もちろん教育研究活動はですね、それぞれの大学が、これまでと同様にですね、地域に根ざして、独立して行う教育研究活動は、これまで通り行っていきますけれども、経営を一つにすることによりまして、より大学の教育研究活動を発展させていく仕組みをどんどん作っていこうというような、夢のある、3大学の経営統合でございます。4月1日からスタートいたしましたけれども、それまで4年間をかけてですね、3大学でずっと協議を続けて、どんなスタイルでスタートしたらいいのかということをずっと煮詰めてまいりました。大学ですので、教育の成果、それから研究の成果、これで、皆さんにはいろいろ触れていただく機会が生まれるんだろうなというふうに思いますけれども、いずれもですね、やはり経統合したのですぐに何か結果が出るというものではございません。これからですね、いろんな意味で、新しい研究の在り方、そして新しい研究成果の生かし方、それから新しい教育ですね、こういったことにどんどん3大学、力を合わせてチャレンジしていきますので、そのうち、なるべく近い将来に皆さんに直接アピールできるような成果を今出そうと、職員が奮闘している最中でございますけれども、なんとかですね、日本で初めての三大学経営統合というスタイルですので、国からも非常に期待されているところもございます。これからいろいろ皆さんにお示しすることができるのかなというふうに思っております。そしてこの美幌町との連携につきましても、この当然ですね、北海道国立大学機構という組織を使っていただいて、本学の研究シーズ、教育のシーズだけではなくて、小樽商科大学が持つさまざまなノウハウ、それから帯広畜産大学が持っているノウハウ、こういったものもどんどん活用いただいて、幅広く、しかも実社会に、3大学とも実学の大学ですので、実際にやはりこう社会に貢献して、行くべき学問を追求している大学ですので、そういう意味でいろんな期待をしていただきたいなというふうに思っております。特にこのオープンイノベーションセンターという研究の三大学共通の組織ですね、これは北見工業大学に設置をすると、設置をいたしております。後で少し詳しく説明いたしますけれども、地域性があって、そこで非常に有利に使えるものがいろいろあるということで、本学に研究組織が立ち上がっております。それから教育イノベーションの方はですね、小樽商科大学にさまざまな教育の在り方を研究されている教員が多いということで、
教育イノベーションセンターは小樽商科大学に置いております。この2つがですね、3大学、共通の組織で、経営統合した事務組織の本部は、帯広畜産大学に置いていると、そんな形で、3大学の経営統合が進んでおります。まあ、オープンイノベーションセンターでは、これまでそれぞれの大学が単独でやっていたような共同研究プロジェクト、それをもっともっと大きな形にしてですね、大きくこう社会をの変革をしていく、大きな駆動力を生み出すような研究をやっていきましょうというような取り組みを進めていくセンターです。それから教育イノベーションの方はですね、やはりこれまでは当然ですけれども、大学に入学してきた学生さんをきちんと卒業させて、社会に貢献するような社会人を輩出していくというのがそれぞれの大学のもちろん使命でございましたけれども、もっともっとですね、それを幅を広げて、今まあ18歳人口非常に減っているという問題がございます。それから北海道内のですね、大学への進学率というのは全国平均を下回って少々低い状態ですので、もうちょっとこう教育に理解をいただけるような地域にしたいという思いもあって、さまざまな教育プログラムを今検討しております。で、一つは今大学で高等教育を学ぼうという人たちの多様化が進んでおります。これは18歳人口が減っているということと、それから人生100年時代を迎えてですね、今までやってきた仕事をガラッと変えて学び直して違う仕事にチャレンジしようという方々がいろいろ増えているという状況がありますので、いろんな学びの要求を持った人たちを受け入れてきちんとした教育をするという高等教育機関が今望まれておりますので、我々もそういったことをですね、この教育イノベーションセンターで検討して実際にやっていこうというようなことを今検討しているところです。で、先日といいますか、まあ、数ヶ月前になりますけれども、道内の国立大学の学長と北海道の鈴木知事との懇談会というものが催されました。で、そこで、最終的に、鈴木知事がおっしゃってたのが、道内の大学に何を期待するかということでおっしゃっていたのが、やはりですね、まあ、国の、まあ、骨太の方針政策にもなっておりますけれども、DX の推進、それからカーボンニュートラルの取り組み、これを大学が権威者となってですね、北海道を地域として捉えた、北海道全域の DX の推進、それからカーボンニュートラルの実現、これをやってほしいというふうに言われておりましたが、まあ、本学も工業大学ですので、それに向けて実は数年前から準備を進めておりましたので、まさに我が家を得たりという形で、この3大学の経営統合も使いながら、この DX の推進、それからカーボンニュートラルの取り組み、これを進めていきたいと思っております。そして、それをですね、この美幌町との包括連携協定を使ってですね、美幌町でぜひ、美幌町をですね、実証の場として、成果を実証して社会実装に向ける大きな弾みをつけるようなデータをどんどん取得して、美幌町と協力体制でですね、社会実装を進めるという活動にしていきたいというふうに思っています。 DX の推進、どのようなものを今考えているかといいますが、3つの大学に先ほど申し上げたオープンイノベーションセンターというものが作られますが、そこにデジタル産学融合ラボというものを、まだ仮称で正式な名前決まっておりませんけれども、こういったものを作ります。実はですね、サイネットという
全国の国公私立大学それから研究機関そういったものしかこう入れない高速のネットワークというものがあります。国立情報学研究所が管理運営しているんですけれども、今、まあ、巷ではいろいろ話題になっております 5G ですよね。 5G の数十倍の性能を持ったネットワークが実はもう日本全国にこう張り巡らされています。そこにはそういったアカデミアしか、ぶら下がっていませんので非常に、まあ、安全な情報セキュリティがですね安全な状態で、維持されています。で、それはまあ世界にも当然つながっているんですけれども実はその、まあ、ネットワークのつなぎ目っていくつかあるんですけれども北海道ではそのつなぎ目が北見と札幌なんですね。2つあるんですけどですので北見工大はですねそのネットワーク非常にまあ使いやすい環境にあるということで、まあ、そういった理由もあってオープンイノベーションセンター北見工大の中に作られているわけですけれどもそのサイネットをですね、一般のその共同プロジェクトを立ち上げたような民間企業それから地方自治体の皆さん、あるいは、地方の小中学校等の、まあ、学校ですねそういった教育機関、あたかもですね直接そのサイネットを使っていろんなビッグデータにアクセスできます。いろいろ、まあ、地域産業の活性化ですとかそれから地域の教育ですねこんなものに有用なデータがたくさん、存在しますがそれをまあ普通に、大学ではないんですけれども使えるような環境を今、ここに整えようとこれによってオープンイノベーションそれから教育イノベーションをどんどん推進していこうということで、ぜひこの辺にまあ期待していただいてですね、地域の人材育成それから地域産業の活性化こんなものを進めようと思っていますのでぜひご期待いただきたいと思います。それから本学単独ではAI の研究センターを今年度立ち上げる予定でございます、まあ、AI 皆さんご存知のようにですね人がこう経験を積み重ねていわゆる熟練になったりそれから今日、まあ、2部では、スポーツのお話になりますけれども、トレーニングを積んで一流のアスリートになる、そういった、まあ、経験をもとにですね、素晴らしい技術を発揮するようなものっていうのは実は AI が非常に得意な分野ですのでそういったものをどんどん産業に活用していこうということを検討しております。それからカーボンニュートラルについてはですね特に北海道メタンガスが非常にまあ牛が今非常に悪者扱いされていて大変気の毒なんですけれどもメタンガスがたくさんございます。メタンガスはCO2 の20数倍の温室効果がある。 CO2 より地球温暖化にはかなり20数倍悪さをしてしまうガスですのでこれを大学の技術でですね効率よく回収をしてその回収したメタンを直接まあバイオ燃料として使うシステムそれからメタンからですね水素を作るその水素を自動車ですとか発電に使って CO2 を出さないそれから同時に出る CO2 はハイドレート化してハイドレートまあ簡単に言うとシャーベットみたいな形にしてですねガスですね例えば山林に持っていってグリーンカーボンとして森林に吸収してもらう海に持っていってブルーカーボンとして海の藻に吸収してもらうそれから CO2 を逆に利用するそんな技術を今開発もしています。それがまあこの辺図で言うとこの辺ですね、まあ、そういったメタンからそういった技術を開発して水素の利用メタンの利用それから CO2 の回収そんなものをしていこうとそして、まあ、例えば牛のメタンガスだけではなくて糞尿は肥料として使うそれから作られた水素は一般家庭でも使っていただいたりする、CO2 は
例えば美幌峠なんかに持っていってですね、グリーンカーボン化する、海に持っていってブルーカーボン化して吸収してもらう、温室効果をなくするような取り組みですね。でこういった一般家庭での生活のモニタリングもしながらですね、どの程度本当に CO2 メタンが回収できて温室効果を低減する取り組みになっているのかっていうのを実証する必要があります。まあ、こういったサイクルを回す脱炭素グリーン地域循環共生圏というものを構築していこうと考えております。まさにこの地域をですね、今平野町長のご理解を得て美幌町と北見工大が中心になってですね、まあ、非常に大きな企業もすでにこのプロジェクトに参画していただいておりますので、美幌町でこれを実証して日本全体世界全体にまあ広めていく技術にしていこうというふうに考えているところです。であとですね、まあ、本学4つの研究推進センターがあってそれぞれ社会実装を進めております。このその中に冬季スポーツ科学研究推進センターというのがございます。これ私が実は教員時代に立ち上げたセンターですので非常に強い思い入れも持っておりますが、まあ、今日そのスポーツでですね美幌町を元気にする取り組みについて第2部でお話しするということになっておりますので、それにつきましては私自身も非常に楽しみにしております。先日もですね、本学と北見市の連携で、まあ、実現したアルゴグラフィックスカーリングホール、それから本学の冬季スポーツセンター、これはアルペンスキー競技の実験装置なんですけれども、日本にまだ4台しかないスキーシミュレーターというものを本学は日本で初めて購入して導入して研究に導入した大学ですけれども、こんな視察も受けてですね、室伏長官にはこの大学の視察の後も私スポーツ庁に出向いてもう一度面談する機会をいただきましたけれども、非常にこの取り組みには、感銘を受けていただいておりました。ぜひなんかプライベートで北見に来て焼肉も食べたいなというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、そんな意味でですね、国からもこのスポーツ科学による選手育成そして地域の活性化非常に期待されております。第2部はそんなお話聞けるのかなというふうに思っておりますので、本学としてもそのスポーツ振興に役に立つ冬季スポーツ科学の研究どんどんこれからも進めていきたいというふうに思っております。そんなことでですね、この連携協定そして三大学の経営統合、それから本学の取り組み、これをぜひ美幌町と一緒にですね、美幌町も発展しそして北見工業大学も共に発展していくというウィンウィンの関係でこれからも長く継続してですね、一緒に発展していきたいというご期待を申し上げて、私のお話ちょっと時間オーバーしてるかなと思いますけれども終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。鈴木学長ありがとうございました。ここまでは美幌町北見工業大学へのそれぞれの期待についてお話をいただきました。ではですね、今お話にもありましたけれども連携活動の具体化に向けてここからは美幌町そして北見工業大学についてご紹介をいたします。まずはじめに北見工業大学社会連携推進センター長藤井徹より北見工業大学についてご紹介いたします。藤井先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもおはようございます。本日はですね土曜日のしかもお天気もよくですね、
お忙しい中こんな多数の方来ていただきまして本当にありがとうございます。先ほど鈴木学長からもお話ありましたが、私自身もですねこんなたくさんの方来ていただいて本当に感動しております。ぜひもうしばらくお付き合いいただきたいと思います。これからですね、私の方から、北見工業大学の紹介ということで、ご説明させていただきたいと思います。はい、こちらご覧になっていただきまして、まず、北見工業大学の、遠隔でございます。本学はですね1960年、国立、工業短期大学として発足いたしました。で、その6年後、66年に北見工業大学に、行こうとなっています。でその後、2004年、国立大学法人北見工業大学という形になっておりまして、2010年に、設立50周年を、迎えております。で、先ほど学長からもお話ありましたが、今年は、国立大学法人、北海道国立大学機構北見工業大学という、形になっております。で続きまして、当社会連携推進センターの遠隔についてご紹介させていただきます。ご覧の通り1992年、地域共同研究センターとして、誕生いたしました。その後、2012年に、社会連携推進センターに、改名となりまして、今年2022年、設立、30周年という、形になっています。で本学としてはですね若い小規模ブランド構築を進める大学ということで、現在、活動させていただいております。続いてですね、本学の、教育体制でございます。本学はですね工学部、一つの、単科大学でございます。で大学にはですね、2つの学科がございます。地域、環境工学科それから地域未来デザイン工学科でございます。で地域環境工学の中にはエネルギー総合工学コースそれから、環境防災工学コースあと先端、材料物質、工学コースそれから、地域未来デザイン工学科の中には、機械知能生態工学コースそれから情報デザインコミュニケーション工学コースあと社会インフラ工学コースあとバイオ食品工学コースになっています。で、2つの学科をまたがる格好で、地域マネジメント工学コースという形になっておりまして全部で、8つの、コースに、よって構成されております。で右ご覧になっていただきまして大学院です。大学院は、工学専攻と申しまして、ここに書かれてます、4つのプログラムプラス来年4月より開校予定のマネジメント工学プログラムということで来年度より5つの専修プログラムという形でがございます。でこちらはですね博士後期課程でございます。こちらは競争工学専攻と申しまして分野横断のですね研究を進めております。機械電気分野、社会環境分野、情報通信分野、応用科学分野ということで、やっております。で学生はですね大学院含めて約2000人、おるというのが、北見工業大学の、概要でございます。はい、で続いてですね、研究者でございます。研究者教員でございます。現在ですね、本学には137名の研究者がおります。今ご説明しましたとおり教育体制は地球環境工学科あと地域未来デザイン工学科がございます。ここに紐づく形でですね教員研究者は K という組織に属しております。でこれを見ていただきますと機械電気系の研究者教員は31名社会環境系26名情報通信系25名応用科学系28名地域国際系8人基礎教育系19人という形になっています。で年代別に見ますとこのような数字になっておりまして各世代、こんな形になっております。
で、研究者137人おりまして、うちですね、北見工業大学本学出身の、研究教授さん25名というような、構成になっております。で、続いてですね、本学の、研究です。主にですね、重点研究分野としてこちらの8つの、分野を、設定しております。一つは、ハイドレート技術ですとか、再生可能エネルギーですね。これに代表される、エネルギー工学、それから、地球環境工学、これから、この地域のですね、特色を生かした、寒冷地域、防災工学、それから、先ほど学長からもお話ししましたが冬季スポーツ工学、それからこれ下見ていただきまして、効能連携ですとか、移行連携、それから先端材料工学、こういったものがあります。でその他に、機械知能、情報工学ということで、本学ではこの8つの分野を重点研究分野という形で、設定してございます。で、具体的にですね、この8つの研究分野を推進していくにあたって、4つの、センターをも設けております。で1つが、環境エネルギー研究センター、それから、冬季スポーツ科学研究推進センター、あとオホーツク農林水産工学連携研究推進センター、あと地域と歩む防災研究センターということで、持続可能な社会ですとか大事産業への貢献、それから寒冷地での QOL の向上、あと地域の安全安心、こういったものをテーマにですね、やはり本学としましてはオホーツク地域に存在する国立大学として地域の特色を色づく反映した研究センターをですね、設置して現在研究体制を進めております。はい、でこちらはですね、地域の、特色を生かした、人材育成と、入試選抜ということでございます。本学ではですね、総合型選抜という、入試制度を、取り入れておりまして、主にはですね、第一次産業、振興枠というこういう入試制度をがあります。これは、どういうものかと言いますと、日本の第一次産業に関わるさまざまな課題を工学の技術と、それを管理するマネジメントですね、経営ですとか管理の視点で解決し、第一次産業の活性化や地域の発展を担う人材を育てますという形のものでございます。現在ですね、第一次産業、第二次産業、第三次産業、これ足し込みまして第六次産業化ということが、ずっと言われているかと思うんですけれども、一次産業をですね、さらに、工学技術を磨いて活性化させるとともに、第六次産業化、こういったこともですね、考えていく、こういう、人材を採用する枠として第一次産業枠というものを設けています。であともう一つはですね、本日またこの後いろいろお話も出てくると思うんですが、冬季スポーツ枠ということで、こちらはですね、冬季スポーツを通じた、地域活性化など新たな産業創出も期待が寄せられているということで、工学の技術により自身の競技能力を高めて、冬季スポーツの、選手の育成、あと冬季スポーツに関連する研究開発など、これを行うことによって競技とですね、研究を、両立して行う、こういうことができる、こういった、制度として冬季スポーツ枠というものも、設けてございます。で続いてですね、これはですね、特色のある研究にユニットということで、2つご紹介させていただきます。1つはですね、近未来、保健情報技術特区、開拓ユニットということで、これは医療の技術ですね、これを、ベースに、北海道、地方都市における、医療水準の維持、それから、世界の医療水準、こういったものに貢献する研究として、現在こういったような、プロジェクト、こういったものを、進めております。それからですね、これまさに美幌町さんともいろいろさせていただいてるんですけど、得意な、自然景観の発足、あと予測研究ユニットということで、オホーツクのですね、要は自然環境、ここがもたらすさまざまな景観、こういったものに、着目して、高精度な気象予測、それを、まあ、観光につなげたり、
でさらには観光だけでなく防災ですとか、交通、農業、こういったものにも、続けていく、つなげていく、こういった、取り組みと、やっております。でこちらはですね、本学の、社会連携の、ネットワークを図式したものです。これ見ていただきますと、北見が中心となってまして、オホーツクエリア、ここを中心にですね、北海道、全域で、様々な、連携協定を行っています。でここ見ていただきますと、全国的な、連携、こういったものも進めております。でこの中でですね、この美幌町との、連携というのも、本日、シンクポジウムということでさせていただいてますけれども、これまで、さまざまな形でですね、いろんな取り組み等をさせていただきまして、昨年、からですね、いろいろ美幌町の皆様と、具体的な連携に結びつくべく、まあ、いろんな打ち合わせ等を行ってですね、ようやく12月に連携ができたという形になっております。で続いてましてですね、こちらは共同研究の実績になります。先ほどご説明しました通り、本学の研究者教員は137名おります。でこれ見ていただきますと、昨年2021年度の共同研究の数が129件ということで、1人、まあ、0.9 件、まあ、大体1人1件ぐらいですね、毎年行ってますよということで、この、共同研究の数は、他大学と比べても、非常に高い、水準に、ございます。で続いてですね、こちらはですね、産学連携活動ということで、我々は工業大学なんですけれども、工学に直接関係しない審議会、ですとか委員会、こういったものにも、出てますと。これはですね、オホーツク地域の、まあ、唯一の国立大学ということで、工学以外の分野でも、積極的に、貢献していこうということでやってます。で下見ていただきますと、北見工大が存在します北見市ですね、この、専門分野外の、各種、審議会とか委員会ですね、これについてはさまざまなところで出てますということで、平成25年から29年まで5年間で大体66件、いろいろ出てる。でどんなことやってるかと言いますと、ここに書かれているような、いろんな審議会、委員、こういったものを、本学の、教員がですね、務めていろいろやっているということでございます。ということで、今後はですね、美幌町ともいろいろこう連携をさせていただく中で、工学技術は、まあ基本となるんですけれども、それ以外の分野ですね、ここについても、本学として積極的に、取り組んでまいりたいというふうに考えております。で続いてこちらはですね、若者の地元定着ということで、要は就職活動、それから、地元の企業、こういうところと一緒になってですね、いろんな、意見交換会ですとか交流会、こういったものも進めております。まあ、最近で言いますと、いろんな地元の IT 企業さん、こういうところとですね、地域課題の発見、それから解決に向けた、ワークショップですとか、あと競争プロセス、プロジェクト、こういったものを、まあ、定期的に開催して、オホーツクが、持つ、優位性、これをベースに、どうやって、いろいろこう課題を解決していったらいいかなというようなことを、行っております。で北見工大としましては、やはり、このオホーツクの持つ地域の魅力、これを全国に発信していきたいなというふうに考えております。で続いてですね、こちらはですね、さまざまな、具体的な連携活動になるんですけれども、左はですね、書いてございますのは、高等学校との連携ということで、これ今まで美幌町ともいろいろ連携してきたんですけれども、数学の補習講座ですとか大学生の学習指導、あと教員大学生 TA による講義を通じた人材育成、あと高校ですねとの連携、こういったものっていうのもこれまでもやってきてますけれども、今後もですねさらに含めていきたいなというふうに思ってます。
あと2点目はですね、先ほど、学長からもお話ありましたが、これからの社会人の学び直しですね、高等教育、それから、地域 DX、こういったものの、強化も、必要だということで、大学院のユニバーサルコースですとか、あとは、三大学ですね、北海道国立大学機構のリカレント教育プログラム、こういったものもやっています。ちょうどですね、来週8月の2日から、地域のデジタル化を進める人材育成に向けたプログラムというのがスタートします。全部で15回なんですけれども、平日の18時半から20時ということで、無料で、参加できます。ご案内はあの各、関係各所の方に、させていただいているんですが、本学 の, あのホームページからも、見れますので、もし、ご興味ある方いましたら、入っていただきたいなというふうに思っています。ということで、社会人の、学び直しですね、こういったこともに取り組んでいます。あと右側ですね、地域マネジメント工学コースということで、まあ工業大学ですと、まあ、いわゆる我々基盤工学って言っておるんですが、情報ですとか機械ですとか、あと電気、こういったものを、突き詰めていって普遍性を見つける研究もあれば、地域マネジメントのように、そういった、工学とか技術、こういったものをどうやって社会実装化させていこうか、あとどうやって地域の課題 を、解決しておくか、そういったことを、学べる、こういったコースなんかも、設けておりまして、来年度からですね、大学院も、設置されますので、こういったことも、ご活用いただければなというふうに思ってます。でこちらがですね、まあ、地元地域の、行事活性化ということで、ご覧のスライドを見ていただくとお分かりなんですが、今あのちょっとコロナの関係でいろいろなイベントが、中止、等になってますけれども、こういったお祭りですとか、いろんなイベントですね、こういったものに、ついても、まあ、これまで、お世話になってきましたし、今後もですね継続的に、参加していきたいなというふうに思っています。ということで、北見工業大学の、社会連携推進センター、略称 CRC というふうに呼んでおります。北見工業大学の、敷地から、ちょっと離れたところにあるんですけれども、今体制としましては、センター教員3名、それから、研究協力課の職員、7名のトータル10名で、運用しております。今ですねこの CRC というのは、先ほど学長からもお話ありましたけれども、1階部分が、北海道国立大学機構のオープンイノベーションセンターになっています。で2階部分が、我々の社会連携推進センターの、事務所という形になっておりますので、もし、よろしければですねいつでも、来ていただけるとありがたいかなというふうに思っております。以上、私から、北見工業大学のご説明させていただきました。どうもありがとうございました。藤井先生ありがとうございました。それでは最後のご講演となります。美幌町副町長高崎俊明様より美幌町についてご紹介をいただきます。高崎副町長よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ただいま紹介いただきました美幌町の副町長の高崎でございます。本日は、皆様にですね美幌町の紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。紹介につきましてはですね、一応美幌町の概要、歴史、特色、まちづくりという形の4項目でですね進めさせていただきますので、よろしくお願いします。まず美幌町の位置でございますけれども、北海道の東部に位置しておりまして、北東に大空町で、西に北見市、南側に津別町で、南東に弟子屈町、そしてですねもう一つ、藻琴山を挟みまして越見町と
接しておりますので、美幌町は1市4町と接している町でございます。こちらが美幌町の全図でございますけれども、美幌町はですね、行政面積 438.41 平方キロメートル、全国1741団体の中でですね248番目にありますね。結構大きい町でございます。大体他の他の、行政団体としましては横浜市とほぼ同じ行政面積を有している町でございます。で、青字でですね表示しておりますけれども、国道が4本、道道が6本で、 JR の石北線美幌駅を有して女満別空港が近いという交通の要所というふうに言われております。気象でございますけれども、年間降水量が700ミリ程度でですね、非常に日照率が高い、そして寒暖の差が大きい地域ということで、こちらに記載してありますように、夏は38度近くなりまして、冬はマイナスの28度と近くなりますので、約65度の温度差があります。また人口につきましては、令和3年9月末では 18,633 人、これ先ほどの行政、全国の順位でいきますと955番目ということで、ほぼ中間の、人口規模でございます。先ほどお話しました、面積が同じ横浜市は全国1位で377万人いますので、約200倍の差があるという形になっております。美幌町の人口につきましては、昭和35年がピークで 28,616 人おりましたが、だいたい昭和の58年までは増減を繰り返しておりましたけれども、昭和59年からはですねずっと減少が続いているという状況にあります。近年におきまして、就学だとか就職に伴う転出と、出生数の減という部分が要因でとなっております。続きまして、美幌町の歴史という形でございます。まず名前の由来につきましては、道内多くの市町村と同じくですねアイヌ語でありまして、ピポロということで水を置く大いなるところということ、これが転化しましてカタカナでビホロと名付けられましたが、明治5年にですね漢字のビホロにですね統一をされております。で、明治20年7月にビホロほか五箇町村という形で古町役場が設置されております。古町役場とは古町が戸籍事務を行ったところで、現在の役場の前身にあたるもので、この古町役場設置を、美幌町の始まりというふうにしております。ちなみにこの時の、登録されていたのは15世帯93人でございます。続きまして、長期長小で町の、花江戸紫ツツジ町の木1位という部分につきましては、先ほどお話ししました、古町役場の設置からのですね周年記念事業におきましてですね、それぞれ制定しております。長期長所につきましては、カタカナのビホロを図案化したものを公募により設定しております。また町民憲章も、定めておりますが、これも昭和42年の、周年記事を、事業の中で定めたものでございます。で、歩みの方に行きますけれども、こちらの方につきましては、明治20年の古町役場、ちょっと飛ばしていきますね。大正の4年に、一応村という形になりまして、大正12年に、調整一級調整が施行されまして、美幌町という形になっております。 ちなみにこの時の人口が 11,158 名、この時の初代町長は藤田町長でございまして、そこから数えまして平野町長は26代目、13人目の町長でございます。で、昭和の12年に、先ほどの、美幌の図案化しました町章を作っております。で、昭和28年には町政施行30周年記念という形で、美幌町を代表、日本を代表するですね音楽家の竹光徹さんの作曲で美幌町歌を作成しております。で、昭和42年には、先ほどの町旗、また町民憲章を制定しております。で、昭和の52年に町の木、町の花、先ほどお話した部分を、決定しておりまして、昭和の62年に古町役場設置から100周年を迎えまして、この時
緑の村を建設しまして、まあ、多数の記念事業を実施したところでございます。トントンと飛ばしさせていただきまして、で、平成に入りまして、平成23年に町の、まあ、憲法と言われております美幌町の自治基本条例を制定しております。また先ほどの昭和12年、大正12年の調整施行からですね、来年がちょうど調整施行100年を迎える町という形になっております。続きまして、美幌町の特色という形でございます。町の由来にもあります通り、網走川と美幌川に挟まれた箇所に、まあ、市街地が形成されている町でございまして、まあ、災害が少ない地域と言われております。ところが、まあ、最近はですね、近年はちょっと暴風雪などの、まあ、発生頻度もちょっと高くはなってきております。で、人口集中地区がこういうふうにコンパクトにですね、集約しているということで、昭和15年に全道の町村に先駆けて、まあ、都市計画区域を決定した町でございます。現在はですね、都市計画区域は2500ヘクタール、まあ、5キロ四方角になっておりますが、そのうち用途指定区域を752ヘクタール指定しております。で、特色としまして、2つ目には自衛隊を駐屯しているという形でございまして、昭和15年に、まあ、美幌海軍航空隊を前身といたしまして、昭和の26年に美幌駐屯地が開設され、現在に至っております。北見、網走、桶戸、訓練部、津別、大空、越清水、清里、斜里、美幌のこの西8町をですね、体育としているところでございます。で、美幌の観光地といえば美幌峠でございますが、まあ、夏の美幌峠、そして冬の、雲海、そして星空の写真を載せておりますけれども、見る観光から体験、体感する観光への変化がありまして、平成3年度の133万人をピークにですね、観光客が減少しておりまして、コロナ禍前の平成31年は55万人、令和の2年は38万9千人という形でですね、観光客は減少してきております。で、産業でございます。美幌町は農業を基幹産業といたしまして、約1万ヘクタールの農地におきまして、小麦、天才、バレーショ、玉ねぎなどを作付けしておりまして、この一次産業と関係の深いですね、製造業、まあ、天才、澱粉、まあ、冷凍食品等のですね、企業が立地しております。で、受付時にですね、配布しております資料の中には、ビートガンミストというのが入っているかと思うんですけれども、日展の美幌製陶所でですね、製造から梱包まで一貫で、作られている商品でございまして、糖蜜と結晶を分離せずにですね、製造されましたミネラルを豊富に含んだ商品でございますので、ぜひお持ち帰りいただいてご賞味いただければというふうに思っております。で、次に林業でございまして、林地につきましては農地の倍以上ですね、2万7000ヘクタールを有しておりまして、まあ、国有林大体1万ヘクタールなんですけれども、これ以外の部分では道有林、町有林、市有林がございまして、FFC の森林認証を平成17年に取得しまして、環境保全のための企業の森づくり、低炭素な町づくりを推進しているところでございます。また美幌町はですね、一流のアスリートがですね、たくさん輩出している町でございまして、本日これから2部のセクションで、トークセクションで出られます久保浩三さんはパラリンピック夏2回、冬季の2大会出まして、ソチのメダリストでございます。また夏の大会にも1名、冬の大会にも8大会で6名、輩出、オリンピアンを輩出しているという町でございます。次にですね、今の現状でございますけれども、人口ピラミッドを見ていただきますとですね、明らかにはっきり分かるんですが、まあ、人口減少、少子高齢化が現れているという形で、うちの一番多い年代層は実は73歳が一番多い年代になっておりまして、高齢化率も 36.8% と進んでおります。特に20代以下のですね、人数がですね、極端に進学等で転出、また転出先で就職してですね、なかなか帰ってこないという形で少ない人数になっております。
こういう部分、人口減少に伴う対策といたしまして、まあ、移住定住施策、また農林業、まあ、商業の担い手確保という形でスマート農業や地域のデジタル化を進めているところでございます。また高齢者のですね、足の確保のためにですね、地域公共交通、デマンドバスの運行や、まあ、将来の公共施設の効率的な配置の検討という形で、都市計画マスタープラン、立地適正化計画の策定を今現在進めている以外に、まあ、脱炭素、また体験型の観光振興策を研究するとともにですね、時代を担う人材育成を推進しているところでございます。で、こちらの復興につきました町長からもお話ししましたとおりですね、今後さらにですね、多様化、高度化する地域の課題に適切に対応し、個性豊かな地域社会の形成と発展を目指すために、北見工業大学様と、包括的連携協定を締結されてしていただいておりますので、今後ですね、具体的にですね、事業を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でですね、簡単雑白でございましたけれどもですね、予定の時間を、かなりオーバーしておりますので、ここで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。高崎副町長、大変ありがとうございました。以上をもちまして第1部基調講演を終了いたします。ご講演をいただきました皆様、改めましてありがとうございました。第2部に入ります前にここで休憩を挟みます。今そうですね、5分10分ほどの休憩を挟みたいと思います。この後トークセッションの準備ができ次第また第2部を開催いたしますので、今しばらく皆様ロビーにおけますパネル展などをご覧いただきましてお待ちいただけますようお願いいたします。それではですね、第2部トークセッションの準備が整いましたので、これより第2部トークセッション、この力の人材育成を開催いたします。ここからはトークセッションのコーディネーターを務めていただきます北見工業大学冬季スポーツ科学研究推進センター長の増井文人先生に進行をお願いしたいと思います。増井先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はじめまして、皆さん、北見工業大学冬季スポーツ科学研究推進センター長の増井と申します。よろしくお願いします。このトークセッション司会を務めさせていただきます。まず最初にですね、簡単に自己紹介、私自己紹介しまして、パネラーの皆さんのご紹介で、その間に少しですね、今回包括連携ということでですね、冬季スポーツ、北見工業大学の冬季スポーツに関する関わりを簡単にご紹介させていただいて本題に入りたいと思います。まず私の僭越ながら私の自己紹介ですけども、先ほど申し上げた通り冬季スポーツ科学研究推進センターのセンター長を務めさせていただいております。もともとですね、出身は兵庫県神戸市なんですけれども、いろいろ流れでですね、北見で今、過ごしております。もう13年目になります。で、美幌町とはですね、実は私観光情報学の研究をしまして、美幌町の、観光物産協会の方々とも少し仕事をさせていただいたりして、何かとこう関係があるかなというふうに思っております。で、主に地域工学、情報学に関する部分がですね、もともとの専門でして、そういった切り口から冬季スポーツ、特にカーリングに関して研究をしております。で、最近はもう冬季スポーツの仕事がですね、増えまして、今回もこういうふうな場でですね、お話をさせていただくことになりましたけれども、包括連携ということでですね、ぜひ美幌町さんと連携しながらですね、スポーツっていう観点ですね、地域振興に関わるようなことができればいいかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、これありましたね、はい、すみません、これ私のスナップですね。こんな感じで仕事をしております。でですね、冬季スポーツ科学研究、特に研究推進センターの取り組みですけども、今日学長の方からもですね、説明がありましたけども、本学ですね、4つの、
研究推進センターがあるうちの一つが冬季スポーツ科学研究推進センターとなります。で、通称 WINS と、呼んでおりますので、ぜひ皆さん WINS という、お名前を、ね、覚えていただければいいかなと思います。で、メインはですね、カーリング、それからアルペンスキーっていうのをですね、対象に研究をしているんですけれども、まあ、どちらもですね、スポーツということでフィールドワークがついてまいります。で、アルペンスキーの方は若松市民スキー場、それからカーリングの方はアルゴグラフィックス北見カーリングホールというところですね、活動の拠点として研究活動を進めております。どちらもやはり地元の自治体との関係、ね、北見市との関係なんかも非常に密接にやらなければ話がなかなか進まないというところですね。そういった形で産学官という活動が中心になっているということになっています。はい、でこちらも学長、それから富士センター長の方からもですね、説明がありましたけれども、本センターですね、活動の目的としましては2つポイントがありまして、1つはアスリートの国際的活躍、もう1つが、QOL ですね、冬季障害スポーツの定着っていうのをですね、大きな目標に掲げですね、活動を進めております。で、細かなところはですね、ちょっと省略させていただきますけれども、やはり、こういう活動を進めていく中ではですね、地元、地域との連携というのが非常に重要になってきますので、今回の包括連携協定の締結というのも、当センターにとってもですね、非常にモチベーションの上がる、事例かなと思っております。はい、で、先ほど申し上げたカーリングとアルペンスキーの研究ですけれども、カーリングの方ですね、主に情報学、カーリングっていうのは戦術が非常に重要なスポーツですので、情報学ですとか、指揮工学っていうような観点からですね、戦術支援っていうのにフォーカスをして、研究を進めております。で、下の、左側下の写真はですね、これは実験をしている模様なんですけども、これはですね、ストーンを投げるロボットっていうのをですね、今年度カナダから輸入しましてですね、それを使って効率よくデータを収集するということをしている模様です。で、右側ですね、アルペンスキーですね。アルペンスキーの方は主にですね、スキーヤーの動作ですね、ターンの動作っていうのを中心にですね、分析をしまして、そのスキーヤー、特に日本人の骨格に合った器具ですとか動作分析のをフィードバックするっていうことで、機械工学ですとか、スポーツ科学というふうな観点での研究が進んでおります。で、右下の写真がですね、これは今日学長の方からもお話がありましたけども、スキーシュミュレーターですね、スカイテックというスキーシュミュレーターで、室内にあるんですけれども、通常ゲレンデで、スキーをしているのと同じような動作ができるというもので、これも効率よくデータを収集するという環境の一つになっております。はい、で、あと教育環境の方もですね、こういった冬季スポーツっていう形で、プログラムを組んでおりまして、これもすでに一部でですね、説明がありましたけども、地域枠、地域連携枠ということで、冬季スポーツ枠っていう形でですね、入学生を取っておりまして、すでにですね、現段階で10名強の学生が冬季スポーツ枠で入学して、実際に就学しています。で、こうした学生の人たちはですね、エリートアカデミーっていう学内の独自のプログラムに参加してもらってですね、選手としてのレベルアップと同時に、エンジニアとしての知識ですとかスキルを身につけてもらう、いわゆる文武両道っていう形で、学生さんにとってはですね、ちょっと結構ハードルが上がってですね、普通の学生と一般の学生と比べると少し、負荷のかかる内容になるんですけども、そういった学生たちの見本になってくださいという形ですね、両方のスキルを上げてもらって、社会で活躍していただくというふうなことを、そういう人材になってもらうということで、教育に結びつけていったりしています。はい、で、以上が雑白ですけれども、当センターの活動の説明になります。はい、で、続きまして、パネラーの皆さんですね、今日は5人のパネラーの皆さんに、来て登壇いただいてますけども、順番に説明ご紹介をさせていただこうと思います。まず、向かって左からですね、多分美幌町の皆さんよくご存知だと思いますけども、久保光三さんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、久保さんですね、現在日立ソリューションズ、チームオーロラアウローラですね、アウローラ車椅子陸上競技部の所属になっております。で、
まあ、もう皆さんよくご存知だと思いますけど もう数々 あの素晴らしい功績を挙げられておりまして、10代の頃から、スポーツに専念をされまして、2008年に車椅子マラソンからスキー競技へ転向されています。で、初出場のジャパンパラリンピック大会で2種目を制覇されまして、同年のワールドカップノルウェー大会にも出場されています。で、その後ちょっとここでですね、紹介すると時間がなくなってしまうぐらいすごい、成績を残されていますが、最近の成績ですと、2013年のワールドカップでバイアスロン年間総合優勝をされております。で、2014年ソチパラリンピック大会ではバイアスロン、ショートの部門で銅メダルを獲得され、2014年にはさらにまた車椅子陸上競技へ転向されまして、リオ2016年パラリンピック競技大会で 5000m に出場されています。で、さらに車椅子マラソンへも出場されております。で、あの北海道、道民栄誉賞、ですとか美幌町の栄誉賞も、受賞されていまして、あの、まあ、現在も現役で、トップアスリートとして活躍されながら、今日もちょっとお話をさせていただいたんですけども、今度はあの若手の育成にも少し、注力をされ始めているということで、今日はそんなところの観点からですね、お話を聞かせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、続きまして、溝口優衣さんですね。あ、すいません、ちょっと写真を撮ります。すいません、写真を見せるのをお伝えしてました。これ久保浩三さんのお写真です。はい、続いて、溝口優衣さんです。溝口さんはですね、北見工業大学、冬季スポーツ枠で入学されまして、今、学年、地域未来デザイン工学科の2年生になります。はい、出身はですね、東海大学附属札幌高等学校になります。はい、で、現在ですね、冬季スポーツのエリートアカデミー授業の強化選手として、活動してもらっております。で、高校時代は北海道の国体選手としても、スキーで出場活躍されております。で、溝口さんは小学校低学年からアルペンスキーを始められて、まあ、その経験を生かしてですね、スキーを続けておられると。で、課題の克服を考えながら練習に取り組んでいくところにですね、最近は面白みを感じられていて、オフシーズンでも欠かさずに努力をされていると。で、将来は指導者として日本のスキー競技レベルの底上げを図っていきたいというふうな、目標を持って、現在も、文武両道の、人材、としてですね、頑張っておられるというようです。はい、よろしくお願いします。はい、これは溝口さんの写真になります。はい、次は、宮崎舞さんです。もう皆さんもご存知だと思いますけども、美幌町美幌高校の1年生で、スキー部に所属されております。美幌町の未来のアスリート応援事業の育成強化選手として現在活動されております。で、令和3年度の全道中学スキー大会のクロスカントリースキークラシカルの部門で2位、フリーの部門で6位に入賞されています。で、令和2年度全国中学スキー大会のクロスカントリースキーのリレーでも3位に入賞されています。で、宮崎さんは4歳の頃から水泳やクロスカントリーバレーなどを始められまして、現在はクロスカントリースキーで、全国大会でですね、トップレベルの成績を収めるように日々練習に励んでおられるということです。クロスカントリースキーというスポーツをですね、少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、そういうことも考えつつ、世界の舞台で立つことを目標に頑張っておられます。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、宮崎さんのこんなかっこいい、写真も、用意されておりますので、はい、今日はぜひ若い観点からお話しいただければと思います。はい、続きまして、石川龍太郎さんですね。はい、よろしくお願いします。石川さんですね、同じく美幌高等学校1年生で、スキー部に所属されています。美幌町未来のアスリート応援事業育成部の強化選手、宮崎さんと同じく強化選手として活動されています。令和3年度の全道中学スキー大会クロスカントリースキーのクラシカル部門で3位、フリーで4位に入賞されています。令和3年度全国中学スキー大会クロスカントリースキーのフリーの部門で9位、リレーの部門で2位という優秀な成績を収められています。
石川さんも幼稚園の頃からクロスカントリースキーに慣れ親しんでおりまして、過去の結果に満足せずに今年も上位に入るようにチームメイトと切磋琢磨しながら練習に励んでおられるということです。それからですね、石川さんの言葉としてぜひ美幌高校スキー部の応援をよろしくお願いしますということですので、今日はその点も含めてお話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらが石川さんの写真になります。はい、最後、村田浩一郎先生です。はい、よろしいでしょうか。はい、村田先生はですね、帯広畜産大学の准教授で、体育の先生ですね。で、元体操選手で、おられまして、2002年、全日本学生選手権一部種目別つり輪の部門で5位に入賞されています。現在はコーチ審判に専念されておられますが、まあ、そちらの部門でも活躍されておりまして、国際体操連盟の男子審判員のカテゴリー2、日本スポーツ協会公認体操競技コーチ3、北海道体育連盟強化部強化委員長を務められています。大学の、まあ、体育の先生ですね、体育教員しながら体操のコミュニティ、地区大切符、一部ではすごく有名な組織だと思うんですけども、地区大切符の代表もされておりまして、現在はですね、約500名の子どもからお年寄りまでが参加されている、そういった組織になっています。まあ、その中で、効果的かつ優しい楽しい体操プログラムを実験中と、授業の中では持続可能なビジネスとしても成長中ということで、今日はそういった観点からお話しいただけると期待しておりますので、よろしくお願いします。はい、これは村田先生の地区大切符の、ショットですね、スナップですね、こんな感じでですね、現在も活躍されておられます。はい、これ画面このままでいいですか。はい、それでは早速ですね、トークの方に入っていきたいと思いますので、皆さん心構えはよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、この部ですね、こういうトークセッションということで、できれば皆さんもリラックスして聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、いくつかトピックを用意しまして、まあ、そのトピックに関して、それぞれ皆さんからのお話を聞いてですね、少し掛け合いをしながらですね、まあ、楽しく話をしていただければなと思っています。はい、まずですね、一つ目のトピックですね、地域とスポーツですね。今回美幌町と北見工業大学の包括協定ということで、まあ、地域との関わりというのがもうポイントになりますので、地域とスポーツというトピックで少しお話を聞きたいと思います。まあ、そうしますとですね、まず美幌町出身でトップアスリートとして活躍されている久保さんのお話を聞きたいなということになるんですけども、久保さん、いかがでしょう。美幌町出身者としましてですね、今、現在トップアスリートとして活躍されておりますけども、まあ、これまでのご経験、でですね、まあ、その地域とのつながりですとか、まあ、地域との関わりっていうところですね、何かこうすごく印象に残っているものとか思いのあるところがあれば、ぜひお話ししていただきたいんですけども。はい、皆さん、すみません、こんにちは。改めまして、生まれも育ちも美幌町の久保です。よろしくお願いします。ですね、自分は、高校生の時に交通事故で車椅子になりまして、でそこからパラリンピックの競技に出会って、もう20年以上ですね、競技を、この美幌町を拠点に続けているわけなんですけども、まずトレーニング環境に関してはですね、非常にこう自分にとっては充実していまして、ちょうどその自分の自宅が陸上競技場の近くにあるんですね。なのでその玄関先から、競技用の車椅子に乗り換えて、その直接陸上競技場にトレーニングに行けると。でそしてすぐ近くにもその農道があってですね、そこでもトレーニングができるっていうですね、本当こう移動時間がもうゼロの環境でトレーニングができているっていうのはですね、本当こういろんな選手たちにすごい羨ましがられるぐらいのいい環境でできてますね。あとスポーツセンターの方もですね、美幌町の、ご理解のおかげでですね、好きなようにこう使わせていただきまして、で競技仲間も夏場合宿にこっちに来た時にですね、そこも同じように、
利用させていただいているっていうような環境でですね、非常にこの恵まれた環境でこの20年間、ずっとできているっていうのはあります。はい、ありがとうございます。もうすでにはですね、非常に地域とのつながりを密接に持っておられるということですね。まあ、そんな中からこういうトップアスリートが出てくるというのは素晴らしいことじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、後ほどまた掘り下げて聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。地域とのつながりということに関しますとですね、やはりすでに組織を、ね、帯広の方で運営されている村田先生の話もちょっと聞きたいなと思うんですけども、はい、村田先生、地域とのつながりという観点でどうでしょう。ご経験を踏まえて少し何かエピソード内容をお話しください。よく行政の方々からスポーツ振興しようとか、スポーツ施設を充実させてとかっていう話をすごい聞くし、まあ、町としてもスポーツ振興をしていきたいっていう気持ちはもう十分に、伝わるんですけど、実際やるのはスポーツする人 でそのスポーツする人の中からこう湧き上がるエネルギーみたいなのがないと、結局スポーツ振興ってなかなか進んでいかないんですよね。なんかそこをどうやってこう見える化していくっていうか、表面に出して熱意のある人たちが取り立てされるというか、輝くような、状態にする持っていくのかっていうのがすごく、まあ、難しいところなんじゃないかなっていうふうに思います。体操競技が専門で、体操ってご存知の通りあまりこうメジャーなスポーツではないんですよね。やりにくいし、なんせお金かかるんですよ。器具全部揃えるのに3000万ぐらいかかっちゃったりして、でそうするともうはいやろうと思っても急にできない。まあ、だけど今体操競技が形を変えて、パルクールってご存知ですか。フランス発祥のスポーツなんですけど、公園とかで宙返りしたり、その辺の鉄棒とかで2回回ってとか、なんかそういうのもあるんですよ。だから今アーバンスポーツとかが新しく取り入れられてきて、これまでのちょっとお堅いスポーツからちょっと新しいスポーツの形になって、こういろんなところに伝播していくんじゃないかなっていうのも考えられているような時代かなと思います。だから地域においてももっと新しい発想がどんどん取り入れられていくと、さらに振興が深まっていくんじゃないかなと考えています。はい、ありがとうございます。今、まあ、やっぱりその現場で動く人たちが重要って、その人たちがやっぱり熱い思いを持ってないとなかなかうまくいくところもうまくいかないという話ですね。まあ、そういった意味では久保さんも初めからやっぱ熱い思いを持たれてやっていて、地域もやはりそのサポートに、まあ、その思いに応えられたということなんでしょうかね。でやっぱり現場っていうとですね、その、まあ、アスリート、特にその次世代を担うようなアスリートで、ね、若手の人たちがどれぐらいその思いを持っているかっていうのもまあ重要じゃないかなと思うので、まあ、そういった意味で次のちょっとトピックに入っていきたいと思います。次のトピックですね、スポーツの魅力と将来の夢ということで、お待たせしました。若手3人のお話を聞きたいと思います。はい、まずですね、そしたらどうしましょうかね。高校生のお二人から聞きたいと思います。まあ、お二人はですね、美幌町ご出身で、今も美幌町で活躍されているということですね。まあ、小さい頃からの活動、まあ、少年団の活動とか、まあ、中学高校での活動っていうのが、まあ、あると思うんですけども、まあ、そういったところを踏まえてですね、少し今の思いをですね、自由にちょっとお話しいただけないでしょうか。じゃあ宮崎さんからお願いします。なんて言えばいいですか。はい、ごめんなさい、じゃあ行きますね。まずですね、少年団の活動ってありましたよね。はいはい、まあ、それ どんな感じでしたかね。夏は美幌町の緑の村や競技場とか車通りの少ない場所で走り込みやローラースキーをしています。冬は美幌町で雪が積もるまでは白滝の北見峠で練習し、雪が積もったら競技場で練習をしています。春は雪が溶けてしまったら美幌峠の残雪でトレーニングをしています。はい、ありがとうございます。環境としては十分、はい、とてもいいですね。はい、でも雪が降るのが他の地域に比べて遅いので、そこがちょっと、なるほどなって感じです。普通は雪が少ないのは嬉しいんですけど、やっぱり競技的には雪があった方がいいってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。少年団の活動ということでですね、石川さんも同じように活動されてきているので、石川さんどうでしょう。僕からは大会についての話をしたいんですけど、夏は特に大きな大会がない分、冬に集中してたくさんの大会があります。
道内各地で行われる大会や道外で行われる全国規模の大会に出場したりします。高校生からは SAJ ポイントというものが絡んでくる大会が増えてきます。大会によってはポイントがないと出れない大会もあるので、その大会に出るためにも毎日練習しています。なるほど。あのポイントが、ね、重要になってくるというので、ね、もう高校生になると SAJ ポイントを気にしながらやらなきゃいけないということですね。でまあ、そういったポイントをしながらというと、やっぱ大学生もそういうことになりますよね。ということで、あの大学生代表としてですね、溝口さん、まあ、おられますけど、どうでしょう、そういったあの、まあ、大学生としての活動、もあるんですけども、まあ、溝口さんは少し年長さんということで、まあ、高校時代スキーに対してどういうふうに考えてて、今どういうふうに気持ちが変わったかというのがあれば教えてください。はい、溝口です。お願いします。高校では、ま、自分のやりたい時にトレーニングができるっていう環境ではなかったんですけど、大学に入ってからはやっぱり時間を、ま、有意義に使えることができるようになって、でその暇になった時間を、トレーニングに費やすことができるようになったところが、ま、一番大学に入って大きいところだなと思いました。はい、ありがとうございます。石川さんからもね、SAJ ポイント気にしなきゃいけないっていう話が出ましたけど、溝口さんいかがですか？そうですね、僕の場合アルペンではもう高校の時からそういう SAJ とか、まあアルペンではフィスっていうのも結構大事になってくるんで、まあそこに関しては、まあ、黒缶ともまあ一緒だなとは思いました。やっぱ結構すごく気になりますか？そうですね、ちょくちょく見ますね。ああ、なるほど、はい、ということなんですね。はい、ありがとうございます。でそういった形でですね、やっぱり活動を続ける中 ですね、やっぱり育成内容に対して、まあ、選手の立場から育成内容についていろいろ感じたり思ったりということがあります。まあ、どういったこう育成内容の中で、活動しているかでっていうのでもいいのでですね、ちょっとじゃあ宮崎さん、ちょっと簡単に紹介していただけますか？はい、美幌町が美幌町がやっている未来のアスリート応援事業内容っていうのが、内容が将来のトップアスリートとして期待される子どもたちのスポーツ強化活動にかかる経済的負担を軽減し、競技力の向上を図ることを目的とした内容になっているんですけど、私は去年その事業でいただいた交付金で道具を購入しました。はい、はい、ありがとうございます。道具を、まあ、買う資金を出してもらったってことですね。それは大変やっぱりありがたいことですよね。どうもありがたかったです。はい、今もバリバリ使ってますか？はい、使ってます。 ありがとうございます。はい、いや、じゃあその同じように、あの石川さんもそういう交付金を使って道具を買われたんですか？はい、バリバリ使ってますか？はい。はい、ありがとうございます。こういったあの、まあ、美幌町の支援ですね、こういったのは、あの久保さん、あの久保さん若い頃もやっぱりそういう支援はあったっていうことなんでしょうかね？そうですね、自分も同じように、あ、はい、あの駆け出しの頃から支援いただきまして今があります。はい、ありがとうございます。まあ、そういった形で ある意味も歴史が出来上がってつつあるということですね。でそれでですね、あの若いお3人ですね、まあ、今現在結構充実した形でですね、あの活動されているんですけども、今後、まあ、自分としても、強化していきたいところとかですね、こういったところがまだ課題だなって思ったところがあればちょっと教えていただけますか？じゃあ、あの宮崎さんいいですか？私はメンタルを強くしたいです。大会の時とかタイムを測る練習などで自分に自信が持てなくて体が固まってしまい、いいパフォーマンスができなくなってしまうことが多いです。なのでスタート前にいいイメージで体を作るのが目標です。私ので、なんか筋肉とか体力とかも大事だと思うんですけど、私は気持ちっていうのもスポーツやってる人は大事だと思います。
はい、ありがとうございます。非常に重要なポイントだと思いますね。あのメンタルトレーニングってやっぱり最近でこそねかなり取り出しされるようになってましたけども、やっぱすごくありますよね。緊張してしまうとどうしてもこれ動かないって、もうそこでうなずいてますけど、村田先生何かコメントあればお願いします。コメント、はい、あのメンタル面ってやっぱり体操でもかなり重要だと思うんですよね。子どもたちに対してそういうメンタル面どうでしょう。どういう時に一番楽しくてどういう時に力が出てるかっていうのをこう自分で覚えておくのはすごい重要かなと思っていて、子どもって鬼ごっことかしてる時はすごく夢中になってやってて、もう汗も疲れも気にせずに、まあ、どうやったらその夢中の状態になれるか。で体操ってすごい生真面目なスポーツなんで、あの失敗しちゃダメとか1回しかないとか、なんかそういうスポーツなんですけど、そういう時にいざ器具の前、審判の前に立った時に、まあ、どんだけその楽しい鬼ごっこしてる時と同じ気持ちになれるかっていうのを、まあ、頑張って引き出してます。まあ、そういうのはおそらく練習の段階から、まあ、選手の中だけで盛り上げていくことではなくて、まあ、指導者とのコミュニケーションが最も重要なところかなと思いますね。で、美幌高校チームだって聞いたし、結構強いんですよね。 なんでこんな強いんですか。やっぱビホロのバックアップ、ビホロ町からのバックアップ。はい、龍太郎、もう行こう。はい、どうでしょう。はいはい、なんかあるでしょ。 なんでこんな強いんですか、ビホロ町のスキー。なんでしょう、やっぱ幼稚園の小さい頃からみんな競い合いながらやってたからじゃないですか、うん、ジュニアの育成っていう意味。宮崎さんもご存知。多分今やってるメンバーは本当に幼稚園の時からずっと一緒なんですよ、高校生まで、うん、で多分練習とかでも戦ってるから、うん、だと思います。仲悪いの。いや、仲いいですよ。仲はいい、はい、そこは大丈夫、はい、なるほど。美幌高校の皆さんもじゃあ昔から知ってる人ばっかりでやってるってことですね。そうです、はい、なるほどね。まあ、そういう意味では、まあ、メンタル面としてはちょっと、まあ、お互いサポートし合えるっていうのもあるんですかね。はい、あると思います、うん、なるほど、なるほど、ありがとうございます。メンタル大事で、メンタルトレーニングっていう意味で言えばですね、溝口さんどうでしょう。今エリートアカデミーでメンタルトレーニングとかされてると思いますけど、どんなトレーニングされ してますか。そうですね、ま、試合前に自分がどうプラス思考に持っていけるかとか、やっぱりその試合前の準備とか、ま、そういう心構えっていうのを、ま、主に、ま、取り組んで頑張っています。どうでしょう、それで自分自身メンタル強くなったって思える状況はあったりしますか。まだ大会でまだやったことないんでわかんないですけど、これからですね、はい、これから、はい、まあ、期待です。ありがとうございます、はい。そういうメンタルコントロールという意味では久保さん多分かなりもう一番レベルの高いところでやられてますけど、なんかそういったなんかすごく印象に残った大会とかあったりしますか、メンタル面。自分は本当に、誰にも負けないぐらい自分も緊張しいでメンタルが弱いって思ってる選手なんですよね。ただそのいいきっかけとなった出来事があったんですけども、まあ、そのすごくシンプルなことだったんですよね、まあ、自分の場合ですけども、その緊張してるっていうその自分を受け入れてあげるだけのことだったんですよね。あ、またいつもの緊張した自分が始まったな みたいな、そういってその自分を受け入れることがそのできることによって、なんていうんですかね、そのいい緊張にようやく変わっていったっていう経験がありましたね。まあ、自分を受け入れるってシンプルですけど非常に難しくて重要ですよね、これね。まあ、そういったところがまあ、若い人たちもちょっとずつできるようになっていくといいんでしょうね。まあ、そのためにはなんかこう地域なり、大学がこうサポートできればいいのかもしれませんね。ありがとうございます。はい。で、最後のトピックですね。そういったこと、話ができてですね。まあ、こういった形で、まあ、活動、すでに若い人たち活動されてますし、すでに、まあ、成績を残した方々も、いるということですね。まあ、そんな中で、美幌町と北見工業大学は、まあ、
連携協定を結ぶわけなんですけども、まあ、そういった取り組みの中 ですね、まあ、今後どういうふうなことが期待できるんだろう、どういったことができるすべきだろうかというトピックで、ちょっとこういう問いにするとですね、若い人たちは答えにくいと思うのですね、自分の課題、今、まあ、メンタルの話もしてもらいましたけど、自分の課題も含めてですね、まあ、こんなことをやっていきたいな、こんなところを強化していきたいなというところをちょっと、まず若い人たちに聞いてですね、それから大人のお二人に聞きたいと思います。それでは、どうしましょう、まあ、宮崎さんから聞きましょうかね。まずその、自分自身アスリートとして、まあ、活動されているわけですけども、アスリートとしての課題とか、まあ、今後の、まあ、美幌町あるいは北見工業大学のサポートがあるとして、どういったことを期待できるかっていうのをちょっと簡単に教えてください。はい、さっきのメンタルもそうなんですけど、あとは自分の滑りを、まあ、動画とかは自分で動画撮ってもらって見るんですけど、それを科学的に分析してもらって、こういうとこが悪いとかっていうのを詳しく、なんていうの、詳しく分かる機械の開発とか、あとはいろんなところのコースの日の当たるところとか影になるところとか、コースの注意する場所とか、コースの最短距離とかが分かる機械があったらいいなって思います。私は受けたまわりました。お願いします。はい、まあ、これはまさにもう北見工業大学でやれることあるだろうというお話ですよね。まさにそういう現場からの声ってすごく重要だと思うので、はい、そういったところありがとうございます。すごく、目標ができたので私もちょっと緊張してきました。はい、ありがとうございます。でですね、じゃあ今度石川さんにも聞きたいと思います。育成される側ですね、育成を受ける側からですね、まあ、望むこと、あるいはスポーツ科学に期待したいことっていうのをぜひお願いします。はい、僕は冬に使うワックスで、その日の天候や雪質に合ったワックスの分析や、塗りやすく剥がしやすいワックスなどを作ってくれることを期待したいです。ありがとうございます。もうかなりピンポイントでワックスですね。ワックスに関して、やっぱりワックスってあれですか、その競技において、その雪質とか天候とかでやっぱ全然違ったりしますか。はい、なんかそれでこう成功、うまくいった記憶とか、失敗した記憶とかありますか。去年の大会では結構ワックスで失敗することはなかったんですけど、結構その場所によって違ったりするので、判断を間違えたら結構大変なことになります。でそういう判断というのは自分でやるんですか。はい、もうじゃあもう経験積まないとダメということですね。はい、ありがとうございます。まあ、そういったところを、サポートできるような体制ができるといいということですね。まあ、連携協定結んだんだから、そういうところのサポートしてくださいということですね。ありがとうございます。はい、で次は溝口さんね。溝口さんもすでに、こう北見工業大学の中でですね、まあ、そういうプログラムの中で動いてるんですけども、どうでしょう、現在、まあ、そのサポートを受けてすごくプラスになった部分、まあ、さっきもちょっとお話ししてもらったんですけども、さらにこういったサポートがあるといいんじゃないかとかっていうところがあればお願いします。はい、今若松市で冬は練習してるんですけど、まあ、降雪機を、まあ、取り入れてるんですけど、まあ、それでもやっぱりシーズン のその最初の大会にはちょっと練習が間に合わないんですよね。それでやっぱりシーズン前の、まあ、動きでやっぱり海外に行くのを学長にちょっとお願いしたいなと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。もう狙ったような感じで、まあ、学長前に座られてますので、海外に行かせてくれと。一応、まあ、降雪機ですね。北見の、ゲレンデは、まあ、海外、ヨーロッパ並みの環境が、まあ、整えれるよっていうのもあるんですけども、いや、行かせろ、ということらしいので、ぜひ学長をご一行いただければと思います。まあ、それも、まあ、大学のサポートの、まあ、うちになるかもしれませんね。で、まあ、こんなこと言うとですね、横町長座っておられて、もしかしたらドキッとされてるかもしれませんけども、高校生の二人も海外に行かせろっていう言い出すかもしれませんけど、またそういうことも含めてですね、なんかちょっとね、うまくサポート体制ができるといいのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
それでですね、まあ、こういった形でですね、連携協定っていうのをやっているんですね、進めていく中でですね、まあ、すでに、まあ、経験豊富なお二人に少しまた話を聞いていきたいと思いますけれども、まず、久保さんの方からですね、まあ、もちろんもうすでに美幌町との連携を密接に持ちながら、トップで活躍してこられました。で、今回ですね、こういったこう 連携協定ができまして、北見工業大学が美幌町と一緒に何かできそうだと。で、かつそういうスポーツに対して、なんかサポートできるかもしれないってときに、どうでしょう、ご経験からして、こういったところが重要なんじゃないかっていうのもあればお願いします。そうですね、自分自身もですね、この、まあ、昨年東京オリパラがありまして、で、その東京開催が決まったあの日からですね、本当にこう本番までの時間っていうのはあっという間だったんですね。1年1年が本当に短くてですね、でそういったところをこう考えますと、まあ、次のその次世代の選手たちのことを考えるとですね、今2030年の、札幌オリパラ招致の話が今かなり濃厚になってるっていうところをこう聞いてですね、そう考えると本当にこう今から何ていうんですかね、やっぱりこう密に連携を取り合ってですね、いや始めていくっていうところがすごく大事かなっていう、本当に1年1年あっという間っていう経験をしているので、そういったところが今後大事になってくるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。もう本当に経験に裏打ちされた実感ということで、ちょうどですね、美幌高校のお二人も、まあ、水口さんもそうですけども、2030年と本当にオリンピックに出る年代だと思いますので、まあ、今から計画的にかつ、まあ、我々としてもですね、どう、何がサポートできるかっていうのをきちっと整理して、サポートしていくと、本当に実現できるかもしれないですよね。非常に、重い言葉でした。若い方々からもお願いしますって後で言っといた方がいいと思いますので。はい。目で訴えてましたね、宮崎さん、今ね。はい。はい、ありがとうございます。次ですね、もう実際にすでにも地域でですね、指導者として実績を積まれている村田先生、どうでしょう、こういう地域との連携っていう形で、まあ、今後その、まあ、経験からですね、こういうところすごく重要だし、はい、こういうところうまくいきにくいんだというところをちょっとパシッと指摘していただければいいんじゃないかなと思いますけど、はい、やっぱり人がすごく、人にいつも困っていて、でこういう若い方たちが、こういう才能あふれる方たちが帰ってくるっていうのがめちゃくちゃ重要じゃないですか。どうすればやっぱりこう才能あると出ていっちゃって、出ていったら行きっぱなしみたいな感じになっちゃうんで、そうすると町としては、まあ、地域、せっかく地域と連携して若者を育ててもどこぞの地域に取られちゃうわけじゃないですか。なんかそうならないような仕組みなりなんなりを大人はやっぱ考えていかなきゃいけないなっていう意味もあって、まあ地区大切符では卒業したアスリートを、まあ、もう一回帯広に十勝に戻したいっていう意味で、立ち上げました。でも実際のところ、まあ、そういう対象者がいたんですよ、帰ってきてほしいっていう。でそいつね、途中でラッパーになるって言って辞めちゃいました。今東京で陰踏んでます。だからそれ難しい、すごい難しいんですよ。彼のために立ち上げて、まあ、500人会員になって年間3000万ぐらいの収入入って、これで社員も7人もう3000万全部人件費取っ払いで払って、これであんまり儲かんないけど、でもまあ人は暮らせるぐらいのことはできていて、それで新しいビジネスやろうってみんなすごい勢いどんどんあるんだけど、実際狙ったやつはラッパーになっちゃうから、そんな簡単な話じゃない。だけどもそこでその戻したかった子は来なかったけど、別のとこから移住っていう形で、まあ、新しい人材が来てくれてるので、何かやっぱ行動を起こして、体操って根付かないのかもなって思ってたけど、もう、ね、やってみるっていうのがすごい大事だったんですよね。まあ、それも増井先生もさっき言ってたけどね。それでこういうトップアスリートが、まあ、町のヘルスケアを担う存在になっていけばいいんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ってます。自分の体を知り尽くした人がね。ありがとうございます。ね、溝口さんもね、将来指導者にっていうふうな夢をまあ持たれておりますけど、まあ、そんな形でですね、美幌町出身のアスリートが、まあ、美幌町に戻ってきて、さらに次に伝えていくっていうこともありますし、例えば
アスリートにならなくても、まあ、美幌町で何かサポートできるような職業に就くとか、で北見工業大学なんかはまあ、アスリートとして育成するっていうのもあるんですけども、それを支えるエンジニアとしても育ってもらうっていうようなことをまあ考えているので、まあ、そんなことがですね、一緒になんかできるといいのかもしれないですね。っていうのをちょっと村田先生の話を聞いて私も思いましたけども、はい、これどうですか、実際北見工大に入ってもらうっていうのは。そうですね。いや、それは僕言いたいんですけど、言わなかったですけど、まあ、そんな感じですね。お二人がですね、北見工業大学の冬季スポーツ枠で入ってもらえれば、それはそれですごくウィンウィンな環境だし、一つの成果にはなるんじゃないかなと思いますね。まあ、そうですね。お二人も、例えば、道外に出てしまうと、今度ね、もうスキーできなくなるかもしれないし、また環境変わっちゃうんですけど、例えば北見で、学生生活を送れて美幌町に戻ってきて練習ができるっていうと、それはそれでありがたい嬉しい話ですよね。なんか無理やり言わしてるような感じですけど、はい、なんかそういうことができるといいですね。溝口さんもどうですか、そういう北見工業大学でこう生活、まあ、競技もしているっていう環境ってどうなんでしょう、実際に。うーん、そうですね、歯切れ悪いですね何でしたっけ。競技者を続けるっていう意味ではそれはどうですか。まあ、やれるだけやって、でもう限界が来たなと思ったら、まあ、切り替えて指導者になるっていうのが一番いいんじゃないかなと僕は思います、ね。まあ、一つのね、水口さんのアドバンテージは技術も分かる指導者になれるっていうね、ところですよね。はい、ありがとうございます。とか言っている間ですね、もう結構時間が過ぎまして、大体予定時間かなと思います。本当はもうちょっともういくつか、ちょっと掘り下げたい話があったんですけども、まあ時間ですね。ということなので、このあたりで、終わりにしたいと思いますが、最後にですね、一つ二つ会場の方からもし、あ、先にですか？あ、わかりました。すみません。ここでですね、今お二人、美幌町長と北見工業大学学長お二人になって、うんうんとうなずいて聞いていただいてたので、最後に少し好評といいますかコメントをいただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、お願いします。すいません、お尻を。まあ、感想をちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずは本当に宮崎さんと石川さんありがとうございます。なんか2人見ると昔から舞ちゃんそれから龍太郎君って言ってんで、なんか非常に頼もしく今日は見える2人でよく頑張ってくれたなというふうに思ってます。まあ、美幌はですね、なかなかやっぱりこう少年団からさっきその村田先生おっしゃったんだけど、本当に育てて皆さん散ってしまうっていうか、美幌の高校になると地元からいなくなるっていうのは大体今までの流れだったんですね。で今回本当に美幌高校に、まあ、スキー部ということで残ってもらったことに私はやっぱりすごく感謝したいというふうに思うんですね。そういう意味では地元からやはりそのなるべく近くで伸びていってほしいな、そう考えれば今回北見工大と連携を取ったことによって、さっきその、村田先生が、まあ、地元枠、まあ、アルペンだけじゃなくてですねクロスカントリーの選手も入れてほしいなというのは学長にちょっとお願いをちょっとしながら感じております。で、まあ、今まで本当にまあ、スポーツだけではないんですけど力入れてきたことになんかこう2人の顔を見てすごくこう、嬉しく思いますし、これから頑張ってほしいというふうに思ってます。まあ、久保先生にはずっと、関わってるんで、これからも一生懸命地域として応援していくんで、まあ、今回のようなこういうようなシンポジウムを開いていただいたこと本当に感謝したいというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ学長よろしくお願いします。はい、今日はパネリストの皆さんありがとうございます。ちょっと私事ですけれども、私まあ、29年ほど前に北見工大に着任して北見に来て、まあ、29年になるんですけれども、その前にスポーツ用品メーカーの研究所に10年近く勤めてまして、まあ、そこでは世界記録を狙っている陸上選手のスパイクですとか、まあ、プロ
野球選手、プロゴルファーの打球部ですとか、まあ、いろんな研究をやって世界のトップアスリートと、まあ、お付き合いしながら仕事をしてました。で、その時に日本で初めてプロのトレーナーっていう人をですね、アメリカで資格を取って、その会社の社員になった人がいたんですけれども、鈴木さんねと、オリパラでこうメダルを取るような人っていうのはそもそも馬と一緒ですと、名馬しか取れないんだと、まず遺伝子があるんだと、そして遺伝子を優れた遺伝子を持った人が、優れた環境で最大限のトレーニングで努力をした、そういう人しかメダルっていうのは取れないんだよって言われて、まあ、自分も競技スポーツ楽しんでたのですごくやる気をなくしたのを覚えてるんですけれども、ここにいらっしゃる皆さんはもうその名馬の遺伝子を持った人たちで、先ほどはまあ、なんでそういうふうに育ったかっていう時に皆さん口を揃えて、ビフォロにいい環境があったっていうお話でしたけど、おそらく、まあ、町長がいるので忖度した意見だったのかなっていうのもあるのかなとは思いますが、やはりその中でもね、ビフォロ町が、まあ、町長はじめ皆さんがそういう環境を整えてくれてるっていうのはやっぱり素晴らしい結果を生むんだなっていうのはすごく、実感させていただきました。ただまあ、大学もですね、そういう環境を整えてスポーツ科学で選手を育てようと今してますけれども、それと札幌オリンピックもですね、誘致活動に大学としても参画をして、なんとか、まあ、アルペンスキー競技の方はもうカーリングでは実現してますので、アルペンスキー競技でも70年ぶりにですね、メダルを獲得するような選手を育てたい、そして、まあ、宮崎選手と石川選手にも入学してもらったら黒缶でもメダルを取ってもらおうというふうに思っております。まあ、私自身もワックスの研究はですね、本学結構できんじゃないかなと前々から思ってましたので、アルペン以上に、まあ、黒缶の方がですね、ワックスの影響というのは非常に大きいので、まあ、なんとか材料系の先生方を巻き込んでそういう研究もやっていきたいですし、まあ、十分に実験をして成果を出す環境は整っているのかなというふうに思っています。でやっぱりその選手育成はそういう環境を整えて、選手の皆さんは努力をして遺伝子を持って、でもそれだけじゃやっぱり何か足りないんだなというのを今日、まあ、村田先生の話聞いてちょっと感じました。まあ、選手はやっぱりこう世界のトップを目指す選手は命を懸けてるわけですから、人生を懸けてるだけじゃなくて本当に命を懸けてトレーニングしてるはずですので、やっぱりこう命を懸けて出した結果に対して選手のセカンドキャリアっていうのを社会的にどう考えていかなきゃいけないのか、それから、まあ、選手の皆さんは普通に努力してる、まあ、頑張ってるっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、そういう優れた遺伝子を持った人の努力っていうのは普通の選手にはできないところまでやってるはずなんですよね。ですからそういうモチベーションをどうやってこうトレーニングの中で出していくのか、かつて長野オリンピックで、清水康弘さん、白馬高校出身で長野の時に世界記録を出して金メダルを取っているって皆さんご存知かなと思いますけれども、彼にいろいろお話を聞いた時に火事場のバカ力がありますよねと、まあ、火事場に会ったことがないのでちょっと分かんないですけども、なんか自分でも信じられないような一瞬すごい力が出るようなシチュエーション、僕はあれコントロールできるんですと、もうスタートラインに立った時に力を出すことができるんだっていう話をしています。ですからそこにはやっぱりこうメンタルのトレーニングも何かあって、自分の体の中になんかスイッチがあって、ここぞっていう時に普段練習では出せないような力が試合だけで出せる、棒高跳びの選手なんかも世界記録を持ってる選手は練習であんな高さ飛んでないんですよね。練習でできたから本番で出せるっていうわけじゃなくて、本番だから出せる力っていうのが必ずあるはずで、
そういう、まあ、なんか磨き方っていうのを、まあ、村田先生のようなそういう専門知識を持って子どもたちを育ててる方、まあ、そういう人たちともこう共同しながらこの地域で、やっぱりメダリストをどんどん出していく千葉の一宮町でしたっけ、ご存知でしょうかね、サーフィンの町として有名になりました。サーフィンをやるために家族ごと移住してきてですね、お子さんをプロサーファー世界のトップレベルを育てる、まあ、いっぱいこう町に、外部から人が移住してきてサーファー用の家を建てて、いろんな仕事を持ってきてですね、そこでまた新しい雇用も生む、そんな仕組みがやっぱり北海道全体でできたらいいなと。北海道いろんな小さな町でいろいろやはり高梨沙羅選手だってあんなちっちゃい町から出てるわけですし、それ北海道で力を合わせてなんか北海道に冬季スポーツでトップ選手を狙うんだったらみんな北海道に家族ごと移住してこようと、なんかそういう流れがこうできると北海道全体の活性化につながるのかな。だから、まあ、それぞれやれる範囲で今やってますけれども、こうやって選手の皆さんの、ね、意見を聞くっていうのはすごく大事で、まあ、海外に溝口君を連れていけるかどうかちょっと微妙ですけれども、頑張りたいと思いますけれどもなんか、まあ、そういうなんかいろいろ仕組みをやっぱり大人たちが考えていかなきゃいけないなというふうに感じました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じでですね、まあ、まだまだこう、ね、いろいろと話すべき、話せるトピックはいっぱいあるんですけども、まあ、大体このあたりが時間なので終わりたいと思います。質問を受ける時間ありますか？あ、そしたら、会場からですね、もし、ご質問なり、なんかご意見ありましたら、いくつか受けたいと思いますけれども、どなたがいらっしゃいますでしょうか？あ、はい。すいません、今日は貴重なお話をどうもありがとうございます。私自身もそんなナショナルチームとかそういうのではなかったんですけれども、スポーツやってた時がありまして、やっぱりそのメンタルトレーニングとかそのコンディショニングとかいいトレーナーさんがつくっていうのはすごく重要だなって思ったんですよ。で、自分が怪我をした時にそのブラックゾーンって知ってますかっていうことを言われて、でボカーンとしてたら自分の意識下に置けてない状態の体勢の時に怪我をしたり何か故障したりうまくコントロールできなかったりっていうことがよくあるんですって言われて、それがブラックポイントになってもそのほんの一点でもそういうことがあると怪我をしたりとか、でうまくなればなるほどゾーンがポイントになるけれど、やっぱりそういうのはそのメンタルとしても選手に教えなければいけなくて、常に自分の意識下に置いてコントロールしたり、あとコンディショニングもリフレッシュしたり、そういうのがすごく大事だって言われて、でそういう意味ではそのいいトレーナーさんを研修を受けて、そういう相談できる方とかその選手の皆さんがそういう知識を得るっていうのは将来的にすごくいい環境につながるんじゃないかなっていうふうにとても思ってます。あともう一つなんですけれど、この間ですね、ブロッコリーがちっちゃい芽のまま取らないと次の成長に間に合わないから切ってしまうっていうのがあって、その切ったブロッコリーを何か加工したりとか商品にしたりとか、あとさっき思ったんですけど、ビートの何でしたっけ、ガミツ糖でなんかアンゼリカっていうフキの砂糖漬けみたいなお菓子をそのブロッコリーだとかそのいらない野菜を加工する工場を作って、それを製品化したりすることでその地域の雇用も生み出せますし、多分ビフォロだけじゃなくてここら辺の農家さんでそういうブロッコリーがいっぱい余ってるんじゃないかと思うんですよ。そういうのを集めてそういうのを加工する工場だったりすることで、そこからまあぶっちゃけうまく軌道に乗ればその選手をそこでサポートできる資金を稼いで、その登録してる選手がいますよとかちょっと手伝ってくださいとか、あと商業高校ももうちょっとその小樽商大の
そのマネジメントをうまく活かしたそういう生産とかっていうのにつなげられるんじゃないかなと、ちょっとそれは思ってみました。はい、すみません。はい、ありがとうございます。2つポイントがありまして、1個はブラックゾーンですか、に関して、どうでしょう、村田先生とか久保さん、そのご存知だったりしますか。やっぱりさっきお二人が言ってた、やっぱり意識を少しちゃんとコントロールしなきゃいけないってところにつながるのかなと思うんですけど、なんかもしあればお願いします。ちょっと分かんないです。いや、ちょっと分かんないんだけど、怪我をすると自分のせいにしちゃいがちなので、僕は選手にはあなたのせいじゃないよっていうふうには言ってます。どうしても自分を責めたりして何が悪かったんだろうって言ってこう下げ掘り下げちゃって過去を、でも今怪我した状態から未来しかないので、あまり過去に原因は求めないようにさせてます。ありがとうございます。久保さんどうでしょう、なんかそういう怪我をするリスクとのやっぱメンタルとの関係みたいな。実はですね、3年前に、右手首の靭帯を断裂してしまってですね、ちょうど東京大会の選考期間中だったんですよね。でもう本当こう2、3ヶ月ぐらいもう普段用の車椅子も扱えないぐらいもうひどくてですね、でもう東京をこう諦めかけてた時だったんですけども、まずこう、3ヶ月ぐらい経って少しこう競技用の車椅子を漕げるようになったんですよね。でそれでもやっぱり痛くてですね、でそこで自分が学んだことっていうのは、それよくその怪我の巧妙っていうじゃないですか、それの意味がこうようやく分かってですね、今度こう痛くないような漕ぎ方をこう目指すようになっていったんですよね。なのでその今まで自分が意識してなかった体全体のところをこうさらにこう使えるようになってですね、そういったところがこうさらにこう自分のレベルを高めていったっていうのがあったので、まあ、もちろんその怪我をする前よりも怪我をしてからの方がトレーニング量も半分以下になったんですけども、半分以下になった時の方が強くなりましたね。はい、そういうことがありました。はい、ありがとうございます。やっぱりなんかそういったことで少し自分自身の認識をこう変えていくっていうことが、まあ大事っていうことですかね。あとやっぱりその先ほどもご意見いただきました、やっぱりそういったところも含めてトレーナーの存在ってのはやっぱ大きいっていうことなんですかね。なんかそういったそういったスタッフの、まあ、充実というのも大事かもしれないということですね。はい、ありがとうございます。でもう一つブロッコリーの話で、ちょっとブロッコリーの話だと広くなりすぎるので少しフォーカスをすると、まあ、なんか例えばそういったブロッコリーでこう出荷しない部分ができるんだ、それをこうアスリートのための栄養食にするとかっていうのはもしかしたらなんかスポーツとつながっていく可能性もあるのかなと思うんですけど、これを多分語れる人はここにいないのかなと思うんですけど、まあそんなこともですね、まあせっかくの連携協定なので、北見工業大学でもやっぱりそういった食品に関する研究もありますので、まあそういったところも一つの、研究テーマの可能性としては、候補としてはあり得るかなと思いますので、まあぜひ考えてみたいなと、私が考えてみたいなと思っても私ができるわけじゃないんですけど、まあそういったことはやるべきかもしれないですね。ありがとうございます。はい、他よろしいでしょうか。他ありましたらもう一つぐらいはよろしいですか。はい、そしたら大体時間過ぎてますのでですね、これで、トークセッション第2部終了したいと思います。どうも皆さんありがとうございました。はい、パネラーの皆さんもありがとうございました。松井先生、パネリストの皆様、大変ありがとうございました。大変興味深く、これからの将来がちょっとワクワクするようなお話をいただきました。ありがとうございました。長い時間にわたりまして、ご参加をいただきました皆様、大変ありがとうございました。二部構成でお送りいたしました、第一部基調講演、第二部は今の、トークセッションになりますけれども、北見工業大学と美幌町との包括、連携協定締結キックオフシンポジウムは以上で終了したいと思います。改めましてご登壇をいただきました皆様、そしてご来場いただきました皆様、大変ありがとうございました。本日気温が非常に高くなってきているようです。ちょうどお昼時ですので、皆様どうぞお気をつけてお帰りいただけましたらと思います。以上で終わりにいたします。